では無職です。えーただいまの残金、2万5千円でーす。なーに言うとおうかなー。なーに言うとおうかなー。ただいまー、この前買った たお金二万五千円まあ二万まあ五千ですね残ってるんですけどあー何をどうかなあのさ皆さんどういう基準で売ってますえー、例えばあのーまあ、僕ね一応無職なんですけど仕事をやってるふりをしてまして夕方から立ち回ってるんですいつも。 うん、仕事ふりをや、ん、仕事しているふりをしていますので、夕方から立ち回って言います。ちなみに思ったんですけど、最近。夕方から立ち回ってるとさ、大体、大体スロットコーナー、うん。大体スロットコーナー、全部待っております。全部待っております。うん。でしかもあの、設定とかって大体分かっちゃってるんですよね。設定とかで大体分かっちゃってるんです。だからね、やっぱ パリーパチンコだよね。えー、最近相性いい SA を打つか、それともブラックラグーン4を打つか、どうするか、それとも鼻のケージ打つか診断に今すごい賑わってるじゃないですか。鼻のケージ打つか。でもこの前のトラブルのスマスロも忘れない。ただトラブルのスマスロ、天井付近まで持ってかれたという、あわー いや、ごめんなさい。にが。ごめんなさい。い思い出があります。だから、何打とうか決めました。何打つか。見せて決めます。